こんにちは、カワポンです。メルカリで自動販売しています。出願の最終判断や、ハイレベル A 単価の追い込みに、ぜひご活用ください。こんにちは、カワポンです。今日は、2023年度の、明治大学の3つの学部の倍率の予想をします。志願者の誠意に基づいた考察になります。本当に個人的な推測になりますので、外したらごめんなさい。その場合は、心の中で、カワポンの野郎、やりやがったなど3回叫んで、チャラにしてください。それでは、行きます。まずは法学部から行きます。上段が、志願者、下段が受験倍率になります。法学部は、2021年度に志願者が急増しました。1000人規模の増加で、かなりインパクトがありました。そして、2022年度は、さらに上昇して、志願者は、4729人となりました。倍率も2022年度に急騰しています。2023年度はさすがに志願者は少し落ち着くのではないでしょうか。それに応じて倍率も少し下がると予想します。小学部については法学部ほどの大きな変動はありません。2022年度は志願者倍率はやや下落しました。2023年度は横ばいかまたは微増と予想しておきます。経営学部は志願者は2021年度は上昇しましたが倍率は3年間ほぼ一定です。2023年度もほぼ同じ倍率かと思います。ということで今日は以上になります。ありがとうございました。